骨粗鬆症よく出ます。骨粗鬆症は男性女性どっちに多いんですか？女性です。女性で亡くなった女性に多いのね。ごめんなさい、失言でした。骨粗鬆症はどういう病気ですか？骨がカスカスになるのね。カスカスじゃなくてスカスカになります。骨がまあ脆くなるってね、詰まってないんでね。で、骨の中にこういっぱい詰まってるのは何ですか？これカルシウムね。で、カルシウムがどん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 なくなっていくから骨がカスカスになって、カスカスじゃなくてスカスカになります。折れやすくなる、それが骨粗鬆症です。骨粗鬆症ね。ちなみに骨粗鬆症で骨折までしたら40歳でも介護保険使いました。そういうの覚えてる？ね、はい。カルシウムが足りなくなる、なくなるから骨粗鬆症になりますよ。じゃあ元気にするために骨粗鬆症を予防するとか骨を元気にするためには何すればいいかって言ったら、カルシウム当然いっぱい入れます。それ以外にビタミンの K ともう一つビタミン D、 はい。ビタミン K は K は健康の K ね、骨を健康にする。ビタミン D は特にそういうアブリビエーションないはい。ビタミン D は吸収したカルシウムが、あ、吸収じゃない、食べたカルシウムがきちんと吸収されるようにする。魚とかいろんな牛乳とか飲んでもカルシウムいっぱい入ってもほとんどこう腸から吸収されないんですよ。それをどん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 腸から吸収するように働いてくれるのがビタミン D で、吸収したビタミンがこの骨にしっかりくっつく役目をするのがビタミン K だから、骨を健康にするっていうのはカルシウムをバン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 こう骨に入れ込む、これビタミン K ね。ビタミン D は食べたカルシウムがちゃんとこう体の中に入っていく。ビタミン D で体の中に入っていったカルシウムが骨の中に入っていくのがビタミン K、 健康の K ね、健康の K。 はい、ビタミン D っていうのはこれは基本的に人間が作れないんだけど、ビタミン D はどうしたら増えますか？そう、サンシャインサンシャイン日向ぼっこ、日光浴、日光浴してください。ね、増えます。で、あまり外に出れない人はどうしたらいいですか？じゃあ人間の代わりに干されてるものを食べればいいんだからね。干し椎茸、あと干した魚ね、そういうのいっぱいビタミン D が入ってるんですよ。いい？自分がニコよくできなかったら干された椎茸とか魚いっぱい食べるとビタミン D がいっぱい入ってくるね。ほんでいうね、入ってきたビタミン、あ、カルシウムを骨に一生懸命くっつける役目してくれるのがベタベタベタ納豆嫌いな納豆納豆にビタミン K いっぱい入ってます、ね、ネバネバしたのでこうカルシウムくっつけてくれるんだ。はい、
はい、そうやって骨粗しょう症を予防しましょうね。